棚橋郎の音楽楽しい。イエーイ、元気です。元気だ。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました、金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。本日のゲスト早速ね、はい、行きましょう。まずは松下としみさん。ゲストじゃないよね。こんにちは。よろしくお願いします。高橋真子さん。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も。本日はね、はい、素晴らしい湘南の風。湘南の風。テミヤンさんです。わかめ岩のり、ひじき青のり、幅のりのりのり。おやや。イエーイ。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いいたします。なんかね、ラジオね、今日初めてね、はい、おいでいただくんですけど、ありがとうございます。いや、もうテミヤさんといえばね、うん、もうあれですか、デビューどれぐらいになりますかね。今年で40年なんですけど。40年。ええ、でもまあ27の時かな。はい、うん、ブレッド&バターってグループが湘南にいるんですけど、はいはいはい、ブレッド&バターの、はい、あの後輩みたいな感じでくっついていろいろやったのがきっかけです。はい、湘南に、うん、いらっしゃる前はなんか別のあれですか、場所だったんですか。いや、生まれがもう湘南っていうか、そう、地区なの、海のすぐ近く。あ、うん、あ、そうなんですね。父親は、はい、ルーツはだから盛岡と岩、ロップ遠くみたいなんですけど、うん、はいはいはい、もう出てきて、うちの姉は盛岡だけど、僕はもうこっちで生まれてみたいな。そうなんですか。はい、もうじゃあ海はすぐ近く。いいですね。いいですよね。で、海の良さも怖さもみたいな感じですね。はいはい。なんかね、やっぱりこう、僕もなんかすごい憧れますけども、僕生まれたところはやっぱり、ちょっと炭鉱町だったので、いや、福岡、あ、そう、はい、福岡でも、しかも筑豊地区ですね。ちょっとあれですね。だからやっぱ海とかそういう山とかもそうですし、東京やっぱデビューで出てきたんですけど、24、5ぐらいで来てたので、なんかだんだん年を取るってくると、ちょっとやっぱりそういう自然とか川とか海とか山とかが恋しくなりますよね。あ、そうかもね。今特にね、僕そう思いますけどね。僕も結構ブルースとかも最初憧れてて、はいはいはい、でそうするとやっぱ地方から出てきた方とか、うん、大阪の人にはもう全然かなわないわけですよ。言葉にしても勢いにしても生き様にしても。だからまあぬるいならぬるいなりにそれをそのまま歌おうかなと思って、その頃から、いや、その海の歌とか海の仲間の歌とか友達のこととかって歌うようになったかなって感じですね。うん、なるほどね。元 BB キングとか好きで、そういうのもいいなと思ってたんだけど、まあそれは好きだけにしときました。ね、まずね、ちょっと曲のあれがこっち来てないんだけども、一曲テミヤさんのね、はい、曲を聴いていただきたいと思いますが、まずはですね、このアルバムタイトルは何ですか。これいつ頃の。これもう死ぬほど古いんですけど。はいはい。いつだろう、もう10年以上、20年ぐらい前かな、多分。アップフロントってところのレコード会社、なんていうことか忘れちゃいましたけども、はいはい、そこで出したアルバムで、はい、ミディアマレーっていうアルバムの中から、はい、夢の花っていうのを聴いてください。はい、また迷い道、残酷な人の眼差しと優しい人の命、振り向けば遠く揺れる花、
青春の影に飲み込まれ、何もないこの手のひらに今吹く風を感じ、熱い胸の奥からずっと呼んでた、いつも探してた、どうにでもなれとつぶやいた、月明かりに照らされて小さな花が咲いた、繰り返しただ繰り返し、朝が来てそうまた夜が来る、見果てぬ夢を抱えてる全ての人を乗せて、遠い空の果てからきっと見ている、いつも見つめてる、たどり着けばまた迷い道、見果てる夢を抱えてる全ての人を乗せて、全ての人を乗せて、なんか最近忘れてたね。いや本当にこのね、なんかこう余裕っていうかね、ゆったりした感じ、このステルギターがね、あのね、これステルギターは日暮俊郎さん。そうなんですよ。ねえ、もう一方的に結構好きで、まあ何回かお会いしたんだけど、あ、そうですか。それで日暮さんにやってって言ったら、いやいいよ苦手だよなんて言ったんだけど来てくれて、もう2回ぐらいパッてやってもらって、でつまずいたりしたんだけど、あ、それそれがそのままでなんつってなくなっちゃったんですけどね。そうね、日暮さんも最高でしたね。そうですよね、多分酔っ払ってなかったと思うんですけども、なんだ、湘南台でしょうでね、僕何回かお会いしたことあって、あのその後にねもう亡くなられたんでね、ちょっと残念でしたけどね。一人で歌ってるのもかっこよかったんですよね。たまたまね、僕の知り合いのすごい仲いい友達だったんですね。それは前からもう随分前からお話を聞いてたんですけどもね、あのやっぱアルバムで自分で作った時に、あの自分がやりたいなと思った人となるべく一枚のアルバム12曲、あの日暮さんもそうですし、それからペダルスティールの、あ、名前がやばいな、あとスティールパンの原田君っていうの人とか、なんか自分が本当になんていうの、自分の今年に触れるっていうか、そういう人と、あのやりたいなと思って、一応あの必ずなんかそういうやりたい人とはこう勝手に、そういう時だけすごく積極的になって意外と消極的なんですけど、こう見えてその時だけこうグリグリ言ってやってくださいよなんつって、まあ、そのうちの一人で
あのとってもね素敵なスライドみたいですよね。はい、そのいいなんかねいい雰囲気ですよね。これもうそんな前になるんですかね。これもう20年以上前だと思います、ね、20年ぐらい前、はい、20年前はこういう、ね、顔です、ね、これ渡辺克実さんそっくり20キロぐらい痩せて10キロぐらい15キロぐらい痩せてますね、これ なんか本当にね沖縄の感じ。そう沖縄の人ってよく言われるの、うん、ね、はい、お名前もそうだし、ねそうね、僕は札幌で温泉に入ってたら、うん、アイヌの方ですかって言われたことこういう感じなんですかね。どっちかっていうと、うん、今回ね、赤ちゃんのねご紹介でね。そうなんです、赤ちゃんの。そう、ありがとうございます。たまたまなんだろう、ライブにね、来ていただいたのがあるんですけども、なんかこうやってなんかこうラジオをやらせていただいてて、はい、いろんな方とねお知り合いになれて、なんかつながっていくのが僕はすごく楽しみで。手宮さんもずっとやられてたんでしょ。そうなんですよ。まあもう今年40周年なんですけど、はいはい、で最初にアップフロント、あ、じゃあ最初はねハミングバードレコードっていうのがあったんですよ、はい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 、中村恵美さんとかそれで同期だったんですけど、うんうん、そこでデビューして、でもふにゃふにゃっとなんかあんま考えないでデビューしちゃったから、うん、売れることもなく、うん、そこから今度バンド組んだりとかして、うん、でまあ結局まあずっと40年以上その後アップフロントのところに入って歌ってきてるって感じですね。ただもちろん音楽は歌ってきてるけど、どちらかっていうと意外とね、うん、途中TVK とか、うんうん、FM 横浜なんかでやらせてもらった10年ぐらいあって、うーん、それでなんとか食いつないできたってまあ人の楽曲も書いてるんですけども、うん、でも、まあ、まあ歌はでもずっと歌ってきましたね。うん、まあ、だからそういう意味では歌いシンガーソングライターとは思ってるけど、うん、素晴らしいあれですよね。曲はもうすごくいい、もちろんいいし、いそのいろんな方に提供されててね、うんうん、素晴らしいですよ ね。いやでも僕の本当にもう一番長いと友人は、うん、伊藤慎太郎っていて、その、うん、恋するフォーチュンクッキーって名曲を生んだ作曲家なんですけど、はいはい、彼と最初のうち一緒になんていうの、うん、二人の名前で協調で書いてたんですよ。でももう彼は本当にもうプロの作曲からどんどんうまくいって、僕はもう歌い手なんで、まあ気に入ってもらえたりとか何かオファーが来たら作るって程度で、もう一年に何曲かってぐらいしか作ってないですけど、頼まれた曲はね。ただ一回だけね、高橋真理子さんに僕何曲も書いてるんだけど、真理子さんがロバート・フラック大好きで、キリミソフトリーの、そうそう、それでロバート・フラックが歌ってるんですよね、手宮さんの歌。すごい、なんとかあるみたいな、素晴らしい、びっくりしたんだから。そうなんですよ、ラバーズ・メロディーって曲で、もうこれはちょっと泣きましたね。まだ中学校ぐらいの時、ほらね、キリミソフリーとかね、グラミー賞取っても、まあ手の届かない存在であるし、まさかね、うん、僕の曲歌ってくれるなんて夢にも思わなかったけど、うん、そんな偶然も長くやってると、たまにはいいことも、ね、そうだね、すごいですね。それ素晴らしい印税が入ってきたんですか。いや日本国内しか売ってないので、まあそこそこはいただきました、はい、ね、素晴らしいね、うん、僕もなんかある人の曲を書いた時に、うん、まあヒットチャートに上がっちゃったので、うん、その時だけでしたね。そうですよね。もうあと何百円の世界になっちゃうからもう次回繰り越しとかね、何百円あればいいよね。いいよね。そうそう、彼女松下はもう結構作詞とかもやってる。あ、そうなんだ。鈴木ひよみさんとかのね、作詞とかはやってた。結構あれ最初のうちはいいけど、最初だけですよね。そうですね。アーティストのスタイルによって違いますよね、はいはい、本当にそのアイドルなんかだと一発だけかもしれないけど、はいはい、ちょっとマリコさんなんて意外と長くね、そうですよね、そうですよね、長く感じもありますね、人にアーティストのタイプによって違うかもしれない。マリコさんどなんて言ってたか、マリコさん本当ですか、いろいろ5曲ぐらい書いてるんですけども、まあでもまあ一曲最初のきっかけは、僕インドに若い頃行ってて、そのインドで作った虹の水って曲があったんですけど、それを歌ってくれたのはきっかけですかね。それ最初に僕路上でちっちゃな女の子に何か歌ってよって言ったら、その子がドレキュラタドルファルセアヤクリカユラパルプデバラバルセって曲歌ってくれたんですね。それが面白くて、それを撮って、でそれの後に
曲作ったマリコちゃん気に入ってくれて、じゃあこのままそれ入れるわなんて言って、その子の歌を入れたイントロで始まるんですよ、虹の水っていう曲が。へえ、そうなんですね。だから俺そっから30年ぐらい経って、その子はまだ10代だったから、うん、今ちょうど同じぐらいな子供がいるお母さんになってんじゃないかなと思って、うん、その曲を引っ提げてインドにもう一回戻って探そうかなっていう思ったんですけど、うん、やりませんでしたけど、うん、ドキュメンタリーになっちゃうね。ねえ、誰かお金出してくれてやりたんだけど、やっぱ長くそうやってやられてるといろんな ね、ドラマがありますよ ね、まあ、全然売れなくて大変な時ばっかりでしたけども、たまにはね、そんな面白いこともありますね。いやなかなかね、この番組は、はい、あまりこうヒット曲がある人は多いえ、なんですか、そうそう失礼な。いやでもね、そういう方たちのなんかこう生き様とか、例えばキャロルでね、キャロルイメージがあるじゃないですか、でキャロルの内海さんとかも最初の頃からいろいろゲストにお見えになったりしてたんですけども、やっぱり内海さんだったら内海さんのキャロルのイメージよりも、うん、本人のイメージが僕は好きなんで、なるほど、好きなんです、優しさとか、ね、はいはい、だからそういうちょっとギャップが面白いですよね。そうですね、一般の方はそのキャロルのねイメージっていうかがあると思うんですけども、僕もブレッド&バターが先輩で、はいはい、未だに時々一緒にやらせてもらったりするんですけど、はい、ブレバターはやっぱ湘南らしくて、なんていうの、そういうこだわりがあって、自分では湘南って言葉も使わないようなタイプなんですけど、でもブレバターのそのこだわりみたいなのってのは、途中からずっとその逆にここでもこれを追いつけないなと思って、まあ、僕は僕なりにと思ったけど、でもそのブレバターもよくね、冗談でヒット曲がないんだよなとかね、僕の締めはあるんですけど、でもその大ヒット曲、なんかその、ね、自分たちの中ではね、なんか忙しくてもたまんなかったって時期はないんだよななんて言ってたけど、あ、そうですか、うん、でもスティービー・ワンダーってね、作ってもらったりとか、いろんな、うん、素晴らしい、はいはい、そういう、ね、出会いがいろいろありますよ ね、 ね、だからやっぱり知らない世界というか、そういうものをできるだけそのご紹介したいっていうのを僕はすごく思ってて、今年17年になるんですよ、うん、ここは、はい、わお毎週金曜日です。それを知らなかったっていうのが申し訳ありません。がんになってもステージ4になっても一月しか休んでないですよ。一月休んでやっぱ続けるということですね。でもそれは喜びですよね、生きるなんかこう希望になるんですね。僕この前僕ライブを邪魔して、はい、加納さんの MC とか話して、病気もかけらも感じなかったんですけどでもすごいパワーだなと思って。いえ、なんかでもね、そういうなんか生きる張りみたいのが必要ですよね、うん、本当ですね、やっぱそういうのがあってやっぱり力になると思うんですよね。なるほど、うん、で手宮さんね、はいはい、比較的新しいアルバムだから、うん、もう一曲、はい、う今日はね、ご紹介いたしましょう。ありがとうございます。無情の花、はい、枯れ落ちるその日まで魅惑のカポリを解き放ち虫たちを惑わせる。この森に住むという妖精たちが見えるかい。Jump!
知れず咲く花も宇宙の石でデザインされた繰り返す営みよ。この星に暮らしてる生きとし生けるものすべて力強や暗闇を知ってる畏敬の面見えないものが大切怖がるな信じるんだあるがまま生きること星空は見てということでね、素晴らしい無常の花をお届けしました、はい、手宮さんですけどね、はい、これはまたその湘南サウンドとまた違ったね割と比較的今お話聞いてたんですけど、ねうんはい、やっぱコロナ禍の、ね、そうなんですよ、もう仕事も何もなくなっちゃってライブハウスも潰れちゃうし、はいはい、この先どうしようかなみたいな、うん、まあ救急な生活に慣れてはいるんですけどもでもで俺の相棒っていうか相方が、はい、友連れてギタリストがちょうどコロナ禍の時に倒れちゃってそれでも左手動かなくなっちゃってどうしよう、まあ、今やっとちょっと戻ってきたんですけど、うん、でそれで彼打ち込みもできたんで、うん、じゃあこの曲で打ち込みだけやってよって言って、うん、でもギターもねもう何回も繰り返しながら家で弾いてくれたんだけど、うん、太鼓自分で叩きながら、うん、お金もないんでスタジオじゃなくて友達のライブハウスで機材持ち込んで、うん、自分たちだけで撮ったんですけど、うん、なんか箱根の山歩いてなんか感じることで、うん、やっぱ山の中に咲いてる小さな花なんか誰に見ることもできないし、うん、見つからなくても自分なりの生活デザインの中で生きてって、うん、全うするじゃないですか。だから人もそう思えばそれはそれだななんて思って、はいはいうん、そんな曲を作ってみました、うんはい、これはやっぱりちょっとやっぱり なんだろうまたその湘南の雰囲気とね、またね感じ違うんだけどなんかやっぱすごく深いね、うん、とても深い感じの歌ですよね。ありがとうございます。素晴らしいですね。まあ高橋誠さんとね先ほどちょっとお話ししたんですけどもまあ割と同世代っていうか同時期ぐらいに海外にね、はい、行かれてそうですね。誠さんが言ってた時期と多分同じぐらいすれ違っていないかもしれないすれ違った可能性がありますけどインドの道端でインドの道端で、ね、すれ違ったかもしれないその友達も結構ねうろうろしてましたからね、うん、なるほどまだそんなバックパッカーもそんなあれですよねそんなに、うんまあ、もっと先駆者はたくさんいたけど、うんうん、その後
ですよね、なんか深夜撮ってたりとか有名になったのはね、うん、今でもねたまにフラッシュバック見て思い出すことある。その時は何でもないと思ってたんだけど、なんか暑い中にいて、うん、嫌なことを思い出すことたまに、やっぱインパクト大きかったですね、きっとね、うん、やっぱりその精神的なものをやっぱ求めるっていうかね、日本にないような部分っていうのはね、あのいろいろありますよね。でもほらインドに行くと人生が変わるとか、うん、そう昔は選ばれた人しか行けないみたいなね、でそんな大げさなって感じ、そうそう今はね。でもほら証券さんでしたっけ、インド行って帰ってきたらえらい変わってきてるから ね、 なりきっちゃう感じはありますよ ね、 ねそういうのはありますよね、うん、なるね、僕はそうでもなかったですけどね、うん、まあでも本当にいまあ、未だに夢に見るぐらいだから、うん、インパクトはあったと思いますけどね、うんうん、なるほどね。今日はね、手宮さんね、はい、あのお越しいただいておりますが、ファックスお便りなんか、はい、ありますよ、ご紹介しましょう。ね、ありがとうございます、はい、これはね、ラジオネームプリティスノーさん、うん、ご存知かもしれませんね。これはね、間もなくお昼休憩、そして間もなくテミヤンさんの生放送を楽しみにしています、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、それからこれはミキさんからいただきました、ね、皆さんこんにちは、博多のミキさん、博多のミキさんね、皆さんこんにちは、はい、雨雲が立ち去り、うん、良い天気の博多です、うんうん、先週の金玉ピンチヒッターの高子さんも交えた時間が楽しかったですね、はいはいはい、ありがとうございました高子さん、はい、そして今週はゲスト宮手武雄さんのご出演ですね、本名本名で来てます、はい、ごめんなさいね、はい、ようこそ何本か動画を拝見しましたが、むちゃくちゃ爽やかで、うん、素敵な歌が本当に心地よいですね、うん、やっぱりルーツミュージックというのは木を照らってないサウンドっていうのはいつどこで聞いても気分が良くなるものです、うん、財津さんの、うん、財津和夫さんですね、うん、のツアーにも参加されていたとか、うん、オイラの大学の先輩の鍵盤弾きの、うん、伊藤慎太郎さんという方、今は上奥舞子の作曲をされていますが、うん、その方も確かコンサートに参加されていたのでご存知かもしれません、うんうん、ね、先ほどもお話出ましたもん ね、 ね、はい、コンサートも一緒の時期もありました、ね、今日はこの番組ならではのゆったりとした時の流れの中、あっという間の1時間を楽しんでくださいね、さてこんな楽しい番組の中で大変失礼だと思いますが、うん、自分は現在悲しみを引きずっております。悲しみを引きずってる、はいはい、23歳の頃から知り合い、家に泊めてもらったりしてお世話になった有歌壇のベーシスト、はいはい、花岡さんが今週この世を卒業しちゃいました、ね、残念でしたね、はい、去年の3月にお会いした時は少し元気になられたんで、うん、安心したことがあったんで、うん、むちゃくちゃショックです、うん、だから先週も言いましたけど、やっぱり会いたい人には会いたい時に会う、うん、行きたい場所には行ける時に行くっていうのが大切なんでしょうね、うん、やっぱり人として生きている以上、うん、時間は限られているから今を生きるって、本当に大切なんですね、うん、この音楽魂も動画がアップされるとはいえ放送されている今を全力で楽しみますね、うんうん、ありがとうございます。本当に僕もね最近、まあ、去年からちょっといろんな病気になってしまって、あのいろいろあったんですけども、うん、やっぱりこう会いたい人に会っておくっていうのはすごく大事だし、なんかこうそれを今までこうできなかった、普通にできてる呼吸だとか、うん、歩くこととかっていうのができなくなって初めて分かるというかね、うん、だからそういうの分かりますよね、なんかね、あのだからいつもはねちょっと楽しいんだよね、うん、あのなんかね、ひょっとしたらもうね、ゲストでこの間武田和夫さんをお見えになった時に、武田和夫さん年に2回ぐらいあの日本に来られて、ジャパンツアーで、で武田さん日本にないんですか。あ、そうそう、カリフォルニア、そうなんですか、あ、ロスに、ロサンゼルスなんですけど、それ今ジャパンツアー中なんですけども、うんうん、あのでまこっちゃんの紹介で、うん、あのお見えになるんですよ。だから去年僕そういうね、ひょっとしたらもう、うん、死の淵をさまよってたんで、うん、会えないんじゃないかと思ってて、またこう会えるとね、またちょっと嬉しくなっちゃう、嬉しさがね倍増するんですよ、ね、ですね、そういう、うん、そういう風に思いますよね、やっぱり会いたいね、そう時に会っても、まあなかなかね頭で分かっててもね、そうそう、日常が許されない場合もあるしね、そうだからそういう風になってみないと分かんない、うん、そうですよね、かもしれない、うんね、あのいい経験させてもらいましたね僕もね、あ、うん、あのもう全然あの
がん治療は全部終わりましたんで、そうですね、全部ね、もうフルでフルセットでやりました。フルコース、フルコース。でも川さんがさらっと話してくれるから、何嘘のようだね。抗がん剤放射線でしょ、で外科手術、すごいよねそれ、フルコース、すごい。ほんで都合じゃないや、あの6ヶ月ぐらいでもう終わりましたんで、でただその後肺炎とかになっちゃって、またドラマが始まるんですけど、ドラマバリバリこの前歌ってたもんね、歌ってましたね、1時間2時間ね、いやいや、まだまだね、今から体力ご本人としてはね、ということでね、今日テミヤさんねお越しいただいておりますが、皆さんいかがでしたか、素敵な声がね、なんてこんな素敵な声なんだろうと思って、こういう声に生まれたかったなって、ね、太くてソフトでね、そうそう、やっぱりね、ボーカリストの声って違うんだよね、いやいやいや、いわゆるなんかあのね、で、あの今まで何曲ぐらい作られたんですか、もう数数えきれない感じですけど、うん、でもそんな真面目にちゃんと作るわけじゃないんでいやいやだからできる時バッているじゃないですか、はいはいはい、なんかそれこそ2、30分で全部できちゃうような時もあるし、うん、で、なんか突然夜や作ろうかなと思う時もあるし、何にもないと作んないし、うん、音楽も弾かないしみたいな、うん、まあ結構、まあ最初お会いした時とかみんなにあのどんなジャンルですかって聞かれるじゃないですか、全く知られてないわけです、うん、時もあるから、だからそういう時も困るんですよね、フォークって言っちゃうと、うん、すごいよ、ジョアンフォークからいろんなフォークもあるじゃないですか、うんうんうん、だからまあフォークってで、まあ今はフォークソングだなと思うけど、ラテンみたいなのも好きだし、うん、さっきみたいなちょっとなんか宇宙的なやつも好きだし、うん、何でも好きなんですけどね、うん、だから、まあ、もう本当ね、自分では勝手に大いなり成り行き主義って言ってるんですけども成り行き主義、いいですねそれね、感じたままたどり着いたとこ、その場所みたいな、うん、まあ言い訳みたいなの含めてですけど、だいたいジャンルって聞かれると ね、うん、意外とね、ジャンルと聞くことはないと思うんだよね、まあ、結構でも日本っていうのはジャンル分けしたがるっていうか、そうですね、あの分かりやすいからでしょうけども、うんうん、あんまりむその海外の方ってそのジャンルっていうのはあんまりない、うん、 ね、そんなにないですよね、そんな気もする、うん、そうね、そうそう、結構やっぱりそう決めたがるんだよね、うん、そうね、ジャンルはね自分でいいんです、そうなんじゃないマイワールドね、マイミュージックね、ほっとそう、ということでね、今日テミヤさんね、はい、あのね生演奏、生歌を、生歌を、無理申しましてですね、はい、うん、うん、誠さんとね、一緒になんか、一緒にザザザでいいですか、ザザザザ、小金に行きますか、あ、まだ2曲やっちゃっていいの、すみません、わかりました、じゃあ、じゃあ、ね、はい、こっち、あの、今日はもう梅雨の季節だけど、本当は天気さえ良ければ砂浜も寝っ転がると、あ、いいですね、ちょうど夕方だと上は冷たいんだけど、はい、ポッとやるとまだ下のあったかいんですよね、あ、はいはいはい、ありますね、それでこういう暮れていく浜辺で寝っ転がっててみたいな、そんな雰囲気を思い出してもらいながら、砂のベッドっていう曲なんですけど、いや、そうか、行ってみたいと思います、はい、君を抱いて夜空を見上げれば、遥かな宇宙の風に心運ばれて、星の川泳いでる、好きだと砂に書いて、ありきたりと笑う、はしゃいでる渚の上に光る流れ星、固く手を結ぶ二人、するそれは不思議な神様のいたずら、
くてとても愛しい夢の中で夢を見ている浜辺で君を抱いて夜空を見上げれば遥かな宇宙の風に二人溶けてゆく Oh yeah とても愛しい夢の中で夢を見ているずっと時間を止めてと涙をこぼした瞳静かな君の吐息このまま起こさずに朝まで砂のベッド寄せる波音に腕の中夢見てる星の降るこの浜辺でるるるでるるで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 るあと指が分からないおやいやすごい砂のベッド砂のベッドいいですね、いいなありがとうございますね、今日はあのテミニャンさんね、はい生歌今聞きしましたけども皆さんいかがでしたでしょうかね、この外は今日は雨なんですけど、ね、そういうふうに思えないですね、晴れてきましたね、晴れてきましたね、気持ちだけじゃない、ありがとうございますということでね、今日お便りな感じですかね、お便りそうですねちょっと待ってください、メールは、うん、あメールチェックまだでしたね、うん、チェックここねあの番組始まってからしかチェックできないんですよ、おいえそうかだからその前もって、うん、予定が立てられない、うん今日は何をするか来てました来てました、してましたこれね、つとむ高橋さん、あこれアトランタ、これもアトランタ、今聞いてもらって、ね、アトランタ、はい、皆様こんにちは、今武蔵小杉の天気は、はい、調べたら大雨だそうなので、そうなんですよ大雨、今週末に梅雨入りという噂も聞いておりますが、皆様お元気でしょうか、はい、本日のゲストテミヤンさん、はい、ウェルカム中音楽魂、テミヤンさんの名前は存じ上げなかったので、はい、今日はサイレントリスナーで行くかと油断しながら、うん、Facebook にアップされていたプロフィールには、うん、在越和夫のツアーにコーラスで参加とありましたが、在越和夫歴、約50年の私にとって無視できない一文字あ、在越ファンなんですね、在越さんのね、早速ザザザを聞いてみると、うん、なんとおしゃれな曲調でしょう、 YouTube で、動画検索したら What's a Wonderful World が出てきました、英語だと思っていたらなんと日本語訳バージョン、詩の内容も浜辺のフォークシンガーここにありという歌で What's a surprise でした、ありがとうございます、今日は、在越さんのツアーでの様子そして生歌で、What a wonderful world をお聞かせください、もちろん日本語バージョンですっていう方、ありがとうございます、潮の匂い青い海咲き誇る浜ヒール顔、あーなんて素敵な世界なんだろうっていう曲なんですけど、おーイエーイ、
魚の色とか貝の形もいいなとか、そんなのを歌詞に、あの海バージョンにして歌って。海バージョンね。あ、そういうバージョン、山バージョンとかいろいろ作るといいかも。ね。素晴らしいね。つとむさんもなんかあれだね、いろいろ。すごく詳しいんですよ、今ね、アトランタで、あの、USA 大山空手ってあるじゃないですか。あの師範なんですよ。でその師範連中、僕友達で、あのアトランタとか、あとサンフランシスコとか、ね、道場構えて、で空手、まあ、あの空手道場、ね、大山空手のね。で最高師範が大山康彦さんっていう、まあ、息子さん、二人息子さんがいて、一人その一人なんですけども。もう中学校時代漫画でハマりましたね。あ、そうなんですね。あ、空手ばっかり。空手ばっかりじゃないと。そう。その最高師範が書いた歌に僕あの曲つけてるんですよ。わお、本当に。今回録音して、それをちょっと。CD をね、やっとね。まだ発売してないんですけど。素晴らしいですね。そういういきさつがあって、聞いてくれてね。そうワールドワイドやな。でもあれですよ、もう初めて4年はほとんど誰も聞いてもらえなかったですね。いや本当にこれそれでここら辺しかないんですから、で、あの携帯でも聞けなかったし、だから、ね、サイマルラジオになって、その後携帯で聞けるようになったので、少しずつ社会放送ですよね、まあ、そうですね、増えましたけどもね、ありがたいですよね、長くやらせていただいて、ね、素晴らしいよね、そうそう、ね、まあ、結構ね、ライブの告知とかはテミヤさん、テミヤさんのね、ライブの告知をありがとうございます。はい。近々だとですね、はい、今月の30日そのあけちゃんの紹介でですね、あの僕ほんと湘南とか都内が多かったんで、意外と横浜やってなかったんで、横浜やりたいなと思って、それであのアビームってあの舞田ですよね、はいはい、舞田ね、そこで今月の30日日曜日にやらせてもらいます。30日日曜日、舞田アビームですね。アビームです。ぜひね、皆さんね、あの市営地下鉄出てすぐですね。そうですね、あのアットホームなね感じのあのお店ですからね、ぜひ。まだ2回目なんですけども、とってもこの前行って楽しくて、みんなすごい怖い、あの濃い人ばっかりだったから、年下なんだけど、やばいなと思ってたんだけど、そしたら意外と辻堂だったら、藤さんなんだ近くじゃんとか言いながら、あの楽しくやらせてもらいました。あ、そうです、はい、もうタバコはすごかったですけどね、はい、でも全然それがあの別にあのなんか逆にちょっとこう懐かしい感じですか、ね、はい、今ねそんな少ないですもんね。また楽しみにしてぜひお越しください。ぜひね、はい、よろしくお願いします。そのあ そのそれ以外っていうのはなんか、うん、はい、まあ、まだだいぶ先なんですけども、うん、10月にですね、6日に僕はあの葉山に住んでるんですけども、10月、はい、あ、葉山は今年100周年なんですよ、町が生まれて、それで100周年のスピリッツブ葉山っていう曲、町の曲作らせてもらって、で、あ、そうなんですね、それのあのイベントで、あの葉山公認、町の公認のイベントで、うん、海から生まれた音楽たちっていうタイトルで、うん、あのワイルドワンズと、うん、ブレッド&バターと、うん、あとはまああのいろんな若手の人も出てもらって僕も歌うんですけど、それが10月のね、6日にあります、うん、日曜日、葉山文化福祉会館というところで、うん、福祉文化会館か、福祉文化会館、はい、500のキャパなんですけど、ああそうですか、まあ、それも、はい、素晴らしいですね。あと11月10日ですけども、うん、これはあのここにちょっとチラシ持ってきたんですけども、はい、40周年なんで、うん、金沢八景のシーパラダイスで、はいはい、あの食事付きで、うん、あのライブをさっき言った伊藤慎太郎っていうのも出て、はい、あと友連れってあのこの前、まあ、倒れたんですけど今もう復帰しております、あとコミテッちゃんっていうあの若手のチェロと3人でやり4人でやりたいと思います。なるほど、はい、11月10日です。これが11月10日ですね、はい、これ10 17時開場で18時15分、はい、これ開演ですね。食事付きです。場所がですね、八景島シーパラダイス、はい、中にあるねレストランなの。あ、レストランですね。ははは、そこで食事プラスワンドリンク付きです。はい、ぜひね皆様、これ11月も先ですけど、ね、だいぶ先なんですけどね、その前にもう一回来ましょうよ、はい、あ、本当あ、呼んでいただいて嬉しいな、ありがとうございます、ということでね、はい、テミヤさん、あのじゃあ一緒になんか、あ、
姫谷さんの歌をもう一曲。そうだね。ね。ね。じゃあ一緒に歌ってもらってもいいでしょうか。いやもう、はい、あのね、あんまりコーラス僕下手ですよ。いやいやいや、あの全然そ の, あのやりながらで構わないですけど、ザザって曲があって、まあこの繰り返しな曲なんですけど、さっきね出てましたね。はい、はい、じゃあ聴いてください、ザザ。おーや、んーイエイエイ、潮の香りに任せて歩いた夜があった。何か言う君の声、波がさらって聞き逃したら、そこへ Everything ザザザスカモン、行きましょう。 Oh yeah! ザザザ、寄せても帰らない。 Oh yeah yeah! ザザザ、海並みと月と君、素晴らしい。 Oh yeah! ザザザ、呼んでいるいつまでも、返してよあの夜。全ての明日はそう風の中、目をつむるあの夜、君何を言ったの。星は見ていた、誰も知らない。 Everybody oh yeah come on、ザザザ、帰らない、贅沢なやつ。ザザザ、海並みと月と君、ザザザ、呼んでいるいつまでも、ザザザ、返してよあの夜。続けたって4回いきましょう、 Everybody oh yeah、ザザザ、スターラディリディダン、イエイエイエイ、ザザザ、海並みと月と君、ザザザ、呼んでいるいつまでも、 OK let's come on、ザザザ、あの夜。おやいや、ありがとうございました。素晴らしいコーラス、ありがとう、気持ちよかったです。わお、これがあれですかね、うん、デビュー曲になります。そうなんですよ、デビュー曲、素晴らしいです ね, ね, ねこれ時代を全然感じない、感じないですね、まあ、あのそれやっぱりこうそういう普遍的なもの、そう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 なの、なんかね、振りがね、振りがある、そうそう振りがある、波のね、波の感じ、振りがあるような曲やってみたいな、作りましょうよ。なんかでもあったじゃないですかね、ありましたよね、あれじゃないですか、ね、ワッシュルがね、今日じゃあ僕最後にね、はいはい、あのよく最近歌ってますけども、父親が亡くなった時にちょっとそばに行けなくて、あの作った曲、後日作った曲があって、それをね、あのちょっとやってみましょうかね、はい、風の中で歌ってるっていう歌です、はい、
じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。ときめきはいつでも間に消えるもの。悲しみはいつしか通り過ぎるもの。出会いはいつでも偶然で「できなくて」「俺の体をすり抜けた」「春の嵐によく似てた」「風の中で立て」険しくても夢の中で咲け時が切なくても。険しくても
駅はいつでも束の間に消えるもの悲しみはいつしか加納四郎、風の中でただお届けしました。いきなり最初に弦が切れてごめんなさい。切れちゃった。いきなり弦がバチって切れてちょっとチューニングもおかしくどうもお許しください。これは生放送なんですね、はいはい、また来週お会いいたしましょう。来週はですね、はい、金玉ですね、金玉、はい、はい、今日の相手は、はい、松下としみと高橋誠と、はい、ゲストのテミヤンさんでした、はい、ありがとうございました。 See you next time。あの人は